どうも皆さん、こんばんにちは、そうです。ただいまの時刻、朝6時半。この天気でここに行くのは初めてなんじゃないかな。最低いつも晴れるんですけど、誰か雨男か雨女がいますね。背景をご覧いただければ、まあ、どこに来たかというのは大体察しがつくと思うんですけれども、今日はマスターズ水泳チーム麻生会計事務所の、ディズニー大好きチームの人たちと、まあ、1日ディズニーシーで遊ぶということで、はい、僕以外の3人が、ガチ勢ですなので開演10時からなんですけど、なんと集合時間が朝の7時で、最前列を確保するっていうね、いまだかつて僕一回もそんなことやったことないんですけど、まあこれもいい機会かなということでやっていきたいと思います。さあ早速あっちでディズニーオタクが一人手を振っております。じゃあ行ってみましょう。さあ本日の D オタ第1号は村松選手です。イエーイ確保しましたね。今日はよろしくお願いします。こんなことでもなければ最前列を目指すなんてことは僕はきっと一生ないことでしょう。来ましたよ。大丈夫な、大丈夫な、その薄着は家出た時はそんな寒くなかった。この軽装やばいでしょ。この軽装完全にもう機能性重視の感じで、はい、完璧です。機能性重視の感じでちゃんとミッキーはいますよ。やば、意識高。今日はどういう、今日はどういう感じのスケジュールで行くんですか。今日最初ガチャガチャしに行く。ガチャガチャ、ガチャ、なんか当たり前にうなずいてますけど、何ですかガチャガチャって。20周年とキーホルダーのガチャガチャ。キーホルダーのガチャガチャをするために並ぶ。並ぶか整理券もらう。整理券、ガチャガチャに整理券。ようやく再販されたんで。ようやく、え、どういうこと。あ、売り切れちゃったってこと。売り切れてた。4時間、ガチャガチャで4時間待ち。300分、最高300分。えぐ300分。5時間、やば。その整理券を取りに行くと。なんか僕ガチャガチャのために朝一で来たらしいです。ちなみにガチャガチャって1回いくらな。むしろいくらだと思います。うっそ、1回1000円とか。あ、いや、そこはですね、500円。正解。あ、やりますよ、ね、やらねえわやらねえわ。ちょっとあんまりここであんまりそんな声を大にして言いたかないけど、いらねえ。やばい、こいつらやばい。こいつらやばいぞ。室松くんがもう見えません。すいません村松さん。すいません、ちょっと8ぶり頑張ったんですけど、もう足の裏が痛いです。800m 自由形泳ぎました。 前も死ぬかと思ったもん。僕ふくらはぎがやばいんだけど、ふくらはぎ。これがガチャガチャ。これがガチャガチャ。ちなみに僕8ぶり2番でした。すいません、なんかこんなに後ろになっちゃって、すいません、申し訳ない。5回。せっかくだからガチャガチャ1回やります。言いたかないけど、いらねえ、いらねえ、いらねえ。
イエーイ。何が出るかな。何が出るかな。かわいいかよ。いざいざ。3 2 1 Fire。 まだ見てない。はい、見てない。なんか黙々とお金入れ続けてた。あれです、お賽銭と一緒です。そう、やっぱね、心を捨て、みんなまだ見てないの、中身。まだ見てない。あと、発送者は？あ、抽選いますか？抽選取りますか？さあ、当たった。ビッグバンドビートの抽選が当たったそうです。なんか、女性陣2人と男性陣2人で、ここは争いをするらしいです。で、なんと女性陣と男性陣の判定は10万。10万。この10万点の判定ってどうなんですか、先生。結構きついです。前回何万点だったか覚えてないんだよね。みんなでタップスで来た時に何点だったか覚えてないの。結果発表。まず得点を集計しないといけないですね。はい、集計しました。女性陣の得点合計点は点お33万300点。あ、ほら、なんでなくいいと思う。男性陣の得点何点ですか。33万6800点。10万点のハンデってやばくない。ちなみにスコアいくつだったの。自分たちのスコア、私1万5000。17万2900点と157400点。1位は18万800点でした。おめでとうございます。優勝したらビール。優勝したらビール。なんか男性陣と女性陣のなんかハンデが10万点らしくて、なんかその10万点がどれぐらいなのかっていうのが僕ちょっとよく分かんないんですけど、とりあえず負けたみたいです。はい、 This is Happy Yellow。 ありがとうございます。の何買ってスマイル。ガチャガチャ開封コーナー。さあみんな、水平線を目指して。トワリンの魅力を一言で。